ここ半年調子がいいですな。やったよ、レン君。あれから半年、秋も深まった頃、アヤが悲鳴を上げる横でヒナがこっちにピースを決めてくる。今回受賞したのはヒナだけか。あれからヒナとアヤは同じコンクールに出したり、あるいはテストの評価とか絵に関しての勝負を続けていた。そしてその度に俺が景品としてかけられていた。勝率としてはあやめさんの方が高いのだけれど、全勝というわけにはいかないのよね。で、今回は姉の方の勝ちっと。前回勝った時は何したんだっけ？夏休みに遊園地デートしてきました。レン君と二人で。いいのだろうか。うわーという顔でアン先輩が俺を見る。うん、遊園地デートはいいよ。いいんだけど、なんで一泊二日になってたのかな。だって帰ろうとしたら雷で電車止まっちゃったし、雨で私ずぶ濡れだったし、しょうがないよねって。後輩、お前誓って手出ししてません、されてません。本当に何もしてないです。ちなみにその日はしゃぎすぎてひなが疲れたところにゲリラ豪雨食らって熱出して仕方なく止まっただけだ。なんて池永くんは言ってるけれど、ギリギリ何もしてないしされてないかな。お姉ちゃんと弟の一線は超えてないからセーフでいいんじゃないかな。本当にセーフだよね、今まではね。今回はどうしよっかな。うわ、ダメダメだからね。お姉、レン君とは義理とはいえお姉ちゃんになるんだからね。分かってるよね。分かってますってば。俺から見ても半歩引くくらい悪い顔で笑うヒナ。アヤが慌てて俺の前に立って威嚇を始める。完全に手のひらの上で遊ばれてるな、かわいそうに。まあ手出ししないでもて遊んでるだけならいいんじゃないかしら。そういう愛情表現もあるでしょ。心臓に悪いっすけどね。それは分かってますけど、お姉の場合いつ変な気まぐれを起こすか分からないから怖いんですよ。大丈夫、お姉ちゃんと弟の関係は守るって。レン君がお姉ちゃん我慢できないって言い出したら別だけど。レン君大丈夫だよね、大丈夫だよね。何度も言わなくても大丈夫だから、ヒナが冗談で言ってるだけだから。このやりとりも慣れてきた。実際ヒナとはアヤと付き合う前にやってた以上のことは本当に何もしてない。もっともヒナ曰くアヤは油断すると気を抜くからなんて言ってた。確かにヒナのおかげでアヤが俺に甘えてきたり、アヤの方からこう、あ、つまり夜にエッチをしようと言ってきたりするようになったわし。そういう時はちょっとすごいし悪い話ばかりじゃないんだけど。もう、それでお姉、今回はどうする気なの？そうだね、今回は二人にお願いしたいことがあるから、後で部屋帰ったら話すね。今まではアヤにやきもきさせたりしていたけれど、今回はそのアヤもだという。それが何なのかと俺たちは顔を見合わせた。というわけで、二人には次に描く絵のモデルになってほしいんです。思ったよりまともだったよ、レン君。どんな無理難題かと、アヤをやきもきさせるって話になるのかと思っていたら、ヒナが言い出したのはまっとうな話だった。今のところはあんまり変なポーズは嫌だからな。とんでもない、昔からよくあるテーマだし割とメジャーなところです。一個思い当たる節はあるけど合ってるんだろうな。ヒナが得意げに言うのが逆に嫌な予感を強める。そんなよくあるテーマなら別に勝った分使わなくてもモデルくらいするのに。ところがアヤはここ最近ヒナに対しての嗅覚が鈍くなってる気がする。お願いを聞いた後にそんなこと言えるかな。そう言ってヒナは俺の貸したというかもはや3人で共用しているデジカメを持ち出すのだった。
あ、で、ひなの言う俺たちにとってほしいポーズがどんなものだったかというと、キスシーンだった。まあ、そうね。おねえ、これ、本当に撮るの？本気？本当に撮るよ。あやに勝った分なんだし、これくらいはさせてもらわないとね。それとも、私とレン君でキスするから、あやに撮ってっていうのとどっちがいい？その二択なの？他にないのかな？他だと、レン君と、お泊まりありでデート？ひなの本気の声のトーンにあやが固まる。多分冗談なんだろうけれど、最近はどこまで冗談なのかわからないのが怖い。キスします？恥ずかしいな。いつもしてないの？毎日してるけど、見られながらは初めてだから。むしろ毎日ちゃんとしてたんだ。なぜかひなが俺の方を探るような、からかうような目つきで見つけてくる。起きた時とか寝る前とか、俺からだったりあやからだったり、確かに毎日と言っていいペースでキスはしてる。しょうがない、ひなの気が済むようにしようか。あや、目閉じて。そっとあやにキスをする。さすがにお互い慣れてるだけあって、キスそのものは失敗しない。柔らかい、あやの唇の感触を感じる。あやの方もすぐに逃げないで、いつものようにキスを返してくる。もっとも今はその横でひなが無言かつ真面目な顔でシャッターを切っていた。そっと唇を離すと、あやが顔を赤くして上目遣いで俺を見る。本気で恥ずかしい。まあ、見るのがひなだけなら。そこであやがハッとする。おね、これ絵のモデルにするって言ってたけど、構図だけだよね？え？ああ、うん、そうだよ。構図のリアルなサンプルが欲しかっただけだよ。嘘じゃないよ。え？あ、いや、ちょっと待って、何書くつもりだったの？あ、ちょっとカメラ止めて話聞いて。ひながデジカメを置くと、あやがそっと一息ついて、今度はひなが自分のスマホで撮り始めた。おねえ、何してるの？キスの後の照れてるあやが可愛かったんで、レン君、もう一回キスして。おねえ！ああ、でも、私ちょっと経験とかないんで、舌とか入れるようなすごいのはしなくていいよ。無理じゃないよ。レン君、本当にダメ。ダメだよ、おねえの前で。ああいうのは良くないと思うから。戸惑うあやが可愛くて、俺はまたキスをする。ひながフラッシュも消してシャッターを連打モードにする音が聞こえる。おねえ、取りすぎ。どうしよう、あやが可愛すぎてレン君に嫉妬してきた。じゃあ、ひなとあやでキスするところを撮ろうか？やだよ、それはさすがにしないからね。はい、おしまい。あやが俺を突き放して顔を真っ赤にしたまま距離を取る。ま、今日のところはこのくらいでいいでしょう。ひな、いい感じのやつ何枚か送って。レン君、本物がいるんだから別に写真なんてなくてもいいでしょ。あやと恋人になってからかうのが楽しくて仕方ないお姉ちゃんが増えた。そんなこんなで俺たちは関係が変わっても3人のまま日々が続いていく。きっとこれからもまた関係が変わっても3人の時間は続くんだろうなと思った。あやめのシステムボイスが使えるようになりました。ひな、アイキス。じゃあ、
コンフィグはこっちかな。サンド。とうとうこれで。どもども、あやめちゃんです。はい。ラストの埋まったね、4人。じゃあせっかくだからもうなんだろう。え、設定とかは任せるね。タイトルに戻るけ、ギガ。アイキス。はい、じゃあ改めてこれにて、あやめルート終了でございましたね。はあ、いかがでしたか皆さん。もう楽しかったね。いや、まあなんかこうさ、割とまあそのこの最後のさショーで話で絶対まあなんかね、オチじゃないけどさ、なんか負けフラグ若干立ってたかもしれない感もあったけど、でもその後のね、そのエピローグの感じ見た感じもさ、割とこう勝ったり負けたりっていうくらいにやっぱひなのなんていうの、ひなが覚醒している部分もあるというかさ、いやーなんか本当世界、まあ世界線が違うだけでこんなにね未来は変わるんだなというのもありますよね。いやーなんかすごい楽しいですよね。だってなんかその秋の時まで割とアヤが調子良かったじゃないですか、日向のルートの時。なのにね、なんかこう本当レン君という存在一つでこうも世界は変わるんですよ。いやーでも本当ね、なんかこうアヤのルートをやっていくとさ、なんかやっぱだんだんこうだんだんさ、ちゃんとなんて言うんだろう、遠慮とかがなくなっていったというかさ、あとこうちょっと焼き餅がよくちゃんと焼くようになってくれたというかさ、なんかやっぱこうどん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 最初のさ、このピンときてなかった時から本当にさ、ちゃんとあ、だんだん恋人になっていったっていうのがすごい分かって、すごい俺楽しかった。あー、もうね、いじらしさの半端ない感じがすごく良かったでございますわ。いやー、皆さんはどの辺が楽しかったでしょうか。ぜひぜひ、コメントを書いてくれると嬉しいな、ほんと。そしてね、まあ今回で、このあやめルートが終了したということは、アイキスというこの作品すべて終わりました。はい、いやーいかがだったでしょうか、本当にいかがだったでしょうか。全何パートになったかな、多分140何パート150いってんのかな、ちょっとその辺の見通しは俺も今ちょっと分かんないんですけど、でも多分それぐらいだと思います。まあだいたい約5ヶ月やってきたこのアイキス実況なんね、まあもう本当に今日で終わりなんですよ。はあ、いやーね、まあアン先輩から始まり、純子先輩、ひなた、そしてあやめとやってきました。それぞれのねルートでそれぞれの結末を迎えたわけでございます。いやー本当に感慨深い、本当にちょっと胸いっぱいなんですよ。なんかさ、やっぱね、はあ、楽しかったなこの1個ヶ月。いやー、まあね、今回でこのアイキス実況自体は、最後終了最終回というわけなんでございますが、まだね、なんとなんと2があります。もちろん2もやる予定でございます。はい、とは言ってもね、ちょっとだけ間空くかもしれません。こう具体的にね、1ヶ月2ヶ月かもしれないし、もしかしたらもうね1週間も経たずに始めてるかもしれません。まあ、そこはちょっとね、俺の調子というか、まあちょっと気分次第って言ったらね、まあ気分次第なんですけど、まあね、やりたくないからやらないとか、やりたいからやるとか、まあそういうんじゃないんですけど、なんていうかな、一回ね、ちょっと一息つきたいという部分もあります。やっぱりこう作品全体がね、通して全てが一回終わってしまったということでね、ちょっとなんか気
持ちをね整理したいという部分もあるし、単純にねちょっと自分自身でもさ、自分の動画を全部じゃないけどやっぱ見返してさ、ちょっと思い返したい部分もちょっとあるんですよ。やっぱなんか思い出振り返るみたいな感じですよね。いやーねえ、ほんともうそれだけ楽しかったんで、やっぱりまあどんどんね次に進むのもいいんですけど、一回ね一呼吸置いて一旦気持ちをまあリセットするんじゃなくて、ちゃんとこうもう一度見て、もうなんだろう、思い出というか胸に刻みつけてからまたアイキス実況2始めていけたらなと思っております。まあね、あともう一つ言うと、2になるとねこの世界線がなくなるんですよ。この世界線がなくなる、うん、そう合ってるよね。その新しいヒロインが出てきたり、まあいろいろあって、まあそのなんかねパート30の時に出てきた選択肢以外のもう一つのルートみたいな感じで物語が進むらしいです。だから多分2始める時もその辺、それまでの1の時にあった共通ルートの部分はおそらく、カットというか、まあ、そこはこのエキス実況ね1から30パート目を見てくださいという感じでいこうかなと思っております。まあね、だからこの姉妹ルートも先輩ルートも選ばずに、蓮くんがもう一つの方向に進んだ時の未来と思って進んでいきますので、だからねこうあんなことがあった、こんなことがあったっていうさ、そのアフターじゃないんですよ。この4人との4人とのアフタープラス2人の新しいヒロインのお話ではなく、全員が完全に新しい話で進みます。なのでより一層ちょっと俺は泣きそうなんですけどなんかねこの今のこの関係が なかったものというか、本当にパラレルの世界観に一旦なってしまうというのがね、ちょっと悲しいというか寂しい部分ではあるんですが、でもね2ではもう1でなかった要素というか、いろんなね、まあ、新しい立ち絵とかもあると思うので、まあ、それはそれで楽しみにしながら、そして新しいねキャラクターだったり新しい関係性が生まれるというところもね、ちょっとお互い楽しみにしながら、2の方も、これから、鋭意実況していけたらなと思っております。まあ、また、始めるときはツイッターなどで、告知しようと思いますので、ぜひぜひ、ツイッターのフォローなんかもしてくれるとね、すごく嬉しいです。もちろんチャンネル登録してくれるととってもとっても嬉しいです。でもね、まあもちろんもう全部嬉しいんですよ。ツイッターだろうがチャンネル登録だろうが高評価だろうがコメントだろうが、もう全部もちろん嬉しいんですけど、やっぱり何よりさ、この動画を見てくれて、まあ、再生回数じゃないけど、なんていうかな、再生回数だけが上がるんじゃなくて、本当にねちゃんと見てくれてるっていうのがさ分かるんだよ。なんていうの、再生時間っていうものもね、その投稿者も見れるので、そこがねちゃんとなんていうんだろう、再生数となんていうの、再生時間がちゃんとこう同じように伸びているのを見ると、あ、誰かがこうね、フォローしてくれた人か、それとも初めて初見で見てくれた人かわからないけど、こう、あ、なんか俺なんかの実況を見てくれて、この作品知ってくれて、まあもしかしたらチャンネル登録したり高評価とかコメントとか残してくれたりして、ちょっと面白そうだなって思ってくれたりしたのかなと思えると、とてもとても励みになります。ですので、まあもちろんやっていただけると全部嬉しいですが、いつも見てくれてる皆さんにも本当に感謝しております。ここまでねもう長らく150パート近くやってきましたが、このアイキス実況自体はこれにて終了でございます。まあもちろん他の実況も、やっておりますので、もちろんねそちらも見てくれるとすごく嬉しいし、また違ったね実況もやっているので、まあそれぞれ俺がねどんな感じでやってるかね、俺に注目してやる見ることはそんなにないかもしれませんが、いろんなゲームがあって、こう普通のね、RPG やアクションやっていうゲームとは違う、こういった恋愛ゲーム、ギャルゲとかはね、興味があるけど
自分でちょっと最初買ってやってみるのはちょっと不安だなとか恥ずかしいなって思う人はぜひぜひそうやってね、まあこういった実況とかの動画もちょっと、見てみて、なんだこのゲームは気になるってなったらぜひぜひやってみてください。絶対に楽しいもちろん自分に向いてる向いてないみたいなちょっと設定とかがね合わねえなとか、これめっちゃハマるとかあると思うので、そこは、いろんなものを知っていくといいと思いますのでね、ぜひぜひやる気楽しいよっていうことだけでも知ってもらえたら嬉しいです。てなわけで、まあ長くなりましたが、まあね、こんなに楽しいゲームはやっぱなかなかないよ。こうやってもうね、私はもう学生ではないので、こういったもう青春もうねないかもしれないんですけど、でもやっぱりそれをね疑似体験というか、こういうねストーリーを見るっていうのはとても心が若返る部分もありますまあね、いつかまたそうですね、ちょっと配信でやるか、動画にするかは本当に決めてないし、やるかもわからないんですが、どっかで、感想会できたらいいなと思っております。まあね、アン先輩の時しかやれてないので、こう純子先輩、日向ルート、またあやめルートと残りのねメンバーも一人一人ちょっと軽く感想を言いながらこうね振り返れたらなと思っております。まあ全体作品全体通してね。てなわけで今回はここまでにしようかなと思います。まあ、さっきも言いましたが、チャンネルフォロー、チャンネル登録や、高評価コメントなどなど、そしてツイッターのフォローもしてくれると大変大変嬉しく思っておりますので、ぜひぜひやってくださいじゃあこれにてアイキツ実況終わらさせていただこうと思いますので、また次回、アイキツ2で始まるときよろしくお願いしますね。てなわけで今回はここまで。バイバイ。うん、じゃあまたね。ちゃんと帰ってきてよ。